DIY の達人でございます。天井がすごいことになっております。最初ちょっとアルファードの方を買おうと思ってたんですけど、今はもうゾコンですね。ハイエースに、はい、一つだけあるんですよ。これだけはもう、はい、ずっと持てるというか。出るかな。SNS で見かけるあの人に突撃インタビュー第3弾でございます。本日のゲストは総一郎さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。総一郎さんとの接点としましては、前回ワーさんのカズさんとユカさんを取材させていただきまして、その最後に総一郎さんにいきなり電話をかけさせていただいて、ご出演をご快諾いただきました。本当にありがとうございます。びっくりしました。びっくりしましたよね。総一郎さんは主にインスタグラムでのご活動がメインという形ですよね。そうですね。まずですね、総一郎さんのプロフィールの部分をお伺いしたいんですけれども、はい、総一郎さんって本名ですか？本名です。あ、本名で、それを活動名としてアカウントにも紐付けされてるんですね。一番最初はもう特に個人用みたいな感じだったので、あ、なるほど。名前のままそのまま来てるんですけど、はい、だいたいそうちゃんと呼んでいただいて、はい、今からの撮影はそうちゃんと呼ばせていただきます、はい、で、そうちゃんのハイエースの使用状況をお伺いしていきたいんですけれども、はい、まずこちらのハイエースは何のモデルでしょうか？4型の、 あのミドルのワゴン GL ですね、はい、なるほど、はい。肉の車両と四駆の車両どちらですか？肉です。肉のガソリンです。肉のガソリンですか、はい、なんかローダウン量が 2.5 インチ行われているということで、はい、まあ、四駆じゃなかなか効かない数値だなと思っていたので、はい、まあ、肉ということで納得いたしました。ちなみにそうちゃんといえば、まあ、インスタグラムを拝見すると、はい、DIY に特化された仕様に仕上がってるのかなと感じております。あの中を覗いていくと3列目のシートが見当たらなかったりだとか、いろいろなカスタムされてますけど、何人乗りで登録されている車両ですか？これは10人乗りですね。10人乗りですか、はい、あのレイアウトって現行型だとなかなか作れないというか、あ、そうですね、もう放棄の関係でできないと思うんですけど、はい、4型の中古車だからっていう。あ、そうですね、4型中古車で仕入れまして、はい、ハーツさんのベッドキットを組んでるんですけども、うんうん、横乗り乗車が2名、はい、また登録できる年式なので、なるほど。実はこのそうちゃんのお車の登録の仕方って、はい、未だに憧れてご相談いただくケースが多いんですよ。で、遡ってみると平成29年ですね、2017年の7月26日より前に登録したワゴン GL に関しては横乗り登録ができるけど、はい、それ以降の現行型に関してはもう行えないという、とても希少な一台でございます。純正のハイエースワゴン GL からどんどんカスタムを進めていかれたということですよね。そうですね。なるほど。ちなみにハイエースを購入された理由ってどんなところにあるんですか？僕今まで結構ずっとカスタムカーを乗り続いてまして、はい、で、これ乗る前っていうのがあのちょっとプリウス乗ってたんですね。前のプリウスはコンテストに出すように作ってたんですね。どうしても人が乗れない車、うんうんうん、荷物が乗せれないような車になってたので、うんうん、まあ、それでかなり家族にもご迷惑かけることが結構多く、はい、まあ十分ちょっと楽しまさせてもらったので、嫁さんがもともとずっとハイエースがいいって言ってたんですよ。へ、僕個人的には最初ちょっとアルファードの方を買おうと思ってたんですけど、へ、ちょっと今まで好き勝手してたので、はい、嫁さんの意見を取り入れようと思って、うんうんうん、ハイエースを。なるほど。げて差し支えなければ、はい、そうちゃんのご家族構成お伺いしたいです。うちは、子供が3人いまして、はい、5人家族、ね、なるほど。で、奥様がハイエースの方がいいなっていうお話でそうちゃんが折れたわけですよね。まあ、そうですねでそれはもうファミリーカーとして広い車を与えたいなってっていうお気遣いの部分で折れたんですか、はい、お気持ち。そうですね、プリウスで時はもう5人乗車もフル乗車になるので、そうですよね、もう後ろで子供が狭い狭いってずっと喧嘩してるような状況やったので、うんうん、まあ、まあ次はということでもうワゴン検討してて、うんうん、で、まあ、アルファードも十分広いと思うんですけど、うんうん、ハイエースの方がっていうことで、ちょうど僕が買った中古で買った時っていうのが、はい、新型というかちょうど6型のタイミングだったんですけど、はい、まあ、最初それも頭にあったんですね、はい、でも4型にした理由っていうのが、はい、まあ、いろいろありまして。そうですよね。それが一つ、あのゴナマさんが言ってた通り、あ、登録の問題とかで10人乗り確保できますよっていうことと、前のエンブレムですよね、はい、すごいですよね。5型以降はつけれないんですよね。あ、もしかして、はい、
センサーのお話ですか。あ、そうですね。なるほど。中央にエンブレムの入るカスタムの仕方をやりたかったと。ただのトヨタマークを文字に変えたいというのはもう前からあって、真ん中にそういうのがあったら無理やからどうしようか、ボンネットにつけようかとかいろいろ考えてたんですけど、お世話になっている車屋さんの方からいい車が出てきたということで、まあ4型にするメリットみたいなのも見受けれたので、新車で買うのとどうしようか悩んだ時に、まあ中古車もありだなということと、なるほど、はい、これにしたという感じです。ありがとうございます。お車の所有歴はどのぐらい乗られてるんですか。4年目ぐらいです。4年目。はい。それ今まで乗られてきたお車って、はい、ちょっと遡って何があったかってお話いただいてもよろしいですか。一番最初は、はい、日産のシルビア、シルビア、はい、その次が TCR エスティマ、その次が、はい、オデッセイ、はい、でその次がエルグランド、はい、ノアに乗りまして、はい、多いですね。プリウスに乗り換えて、はい、今のハイエースっていう感じですね。なるほど。今乗ってらっしゃるハイエースワゴンは、はい、もう日常的に使われるお車ですか。そうですね、もう完全プライベート仕様です。別にセカンドカーがあるとか、ワゴン R がもう一台あるんですけども、ね、うんうん、プリウスが荷物も乗せれない車だったので、それでワゴン R をもう一台所有してるんですけど、あ、なるほど。それであの、まあ、今もあるんですけど、まあ、全然乗れるので、うんうんうん、荷物も乗せれるので、うんうん、今はもうほんまにこればっかり乗ってるっていう感じですね、うんうんうん、なるほど。そうちゃんってお住まいは大阪エリアということでよろしいですかね。はい、大阪ですね。ありがとうございます。結構遠出とかされるんですか。まあ、車中泊をするために作ったよって言って、うん、買った車の一つもあるので、はい、あの週末時間あるときは一泊二日ですけど、東でいうと静岡とかそっちも行きますし、西でいうとよく岡山とかそこら辺まではよく行きますね。こう今までのお車の属性から、はい、ハイエース、車中泊、はい、今までにない単語じゃないですか。そうですね。その車中泊っていう単語はどこで知られて、どこに対して魅力的に感じられたんですか。僕はもともとずっとそういう、はい、あまりそういうアウトドアには向かない車に乗ってながら、うん、趣味がキャンプ、キャンプだったんですね。前の車とかでも月1必ず1回はキャンプに行くっていうようなことをしてまして、なるほど。その時にもうテント泊をずっとしてまして、はい、なるほど。いろいろやり尽くしたというか、次のステップっていうような感じで車中泊を始めたっていう感じですね。あ、なるほど、ありがとうございます。アルファード派だったわけじゃないですか、はい、当時のハイエースの印象ってどんな感じで思ってらっしゃったんですか。ザ商業車。あ、ザ商業車、はい、それとカスタムする部分で、はい、個人的な意見ではあるんですけど、伺いたいです。ちょっとカスタムしにくいなと。今までどちらか言ったら流線型の車というか流れがスムーズになるようなフェンダーを作ったりとか、はいはい、やっぱそういう系の車が多かったので、ハイエースで箱になるじゃないですか。です、ね、やっぱりちょっと僕の中でそのカスタムのイメージがなかなかつかなくて、最初はそういうので、はい、次の車も、まあ、家族の意見、まあ、入れつつっていうところで、はい、頭に浮かんだのがアルファードやったんですよ。なるほど。乗られてみて感じたハイエースの良さってどんなところがございますか。やっぱり他の車と違うところというか、はい、ハイエースの僕の中の一番の魅力とすれば、はい、よく皆さんも言われると思うんですけど、はい、部屋ですよね。もう動く部屋なので、まあもうほんまに今の僕の感想から言うと、座って乗ってるだけっていうのはありえないっていうか、家を切り取って走らせてるみたいな感覚ありますよね。ハイエース乗られてみて改善してほしいなっていう点とか不満点みたいなのってございますか。もうね、一つだけあるんですよ。これだけはもうずっと思ってるというか、サイドブレーキですね。最新技術的なもの結構好きなんですよ。くすぐられますよね、最新の。ここに何がついてるとか、まあ、それで、まあ、あの車両の形状上仕方ないのかも分かんないんですけど、はい、あ、ここだけはもう令和の時代にかなり昭和ですよね。確かにガキって言って分かります、分かります。もう今はもうね、パーキング押したら勝手にかかる時代じゃないですか、はい、そんなサイドもフットも変わらない気がしますよね、生産ラインからすると。それとやっぱコンソールボックスを社外品のやつとかに変えてるんですけど、コンソールボックスの前にあのジュースホルダーとかついてるじゃないですか、その時にやっぱりサイドがすごい引きにくくなるので、確かに、位置関係とかいろいろ考えると、まあ、せめてフットブレーキになったらいいのになっていうところが唯一の不満ですかね。 ありがとうございます。確かに、またちょっと燃費もちょっと良くなればいいかなと思いますけどね実燃費どのくらいですか。僕のやつあの大阪市内で街乗りなので、実際6ぐらい、高速とか乗れば10ちょいとか全然行くんですけど、やっぱちょい乗りだとそこそこ食いますね、はい、確かに。まあまあそこぐらいです。2点ですね。ありがとうございますちなみにハイエースワゴンのメンテナンスの点で、気をつけてらっしゃる点とか何かございますか。やっぱまあオイル交換をこまめにするっていうことと、
ど、やっぱ車重が重い車ではあると思うので、はい、空気圧のチェック、まあ、僕もちょっと2回ほど実はハイエースでバーストしたことがありまして。そうなんですか、はい、1回はもうあのホイールにクラックが入ってて、はい、高速でバーストしてしまって、はい、あともう1つは何かちょっと踏んでて走ってる間に気づかずにっていうことが2回ありまして、うんうん、今もあの空気圧 の, あのチェックするやつをつけて、うんうん、タイヤの空気圧だけはこまめに見てるっていうことはやってますね。あ、なるほど、はい、でそのトラブルの際は、はい、こうロードアシスタントに助けを求めてレッカーっていう形 で, あ、そうです、ね、一応救出っていう運びだったんですかね。はい、それがあのちょっと話いいですか、うん、まあ、ちょっと仲良くしてもらってる、はい、あのオッチーさんという方がいらっしゃるんですけど、徳島の方に遊びに行ってて、でそれの帰りに鳴門海峡大橋の本間の手前でバーストして、うん、そこ で, で、まあ、レッカー呼んだんですけど、やっぱり大阪まで帰るって言ったらものすごい金額がかかるっていうことで、家族で全員行ってたんですけど、次のインターまでしか家族は送れないと言われたんですよ。なるほど、まあ、どうしようってなってたんですけど、はい、まあ、ほんまにたまたま僕の5分後ぐらいの時に、はい、一瞬しか喋ったことない時に、はい、僕の車を覚えていただいてて、はい、まさかの次のパーキングで待っていていただいてて、はい、そんなことあるんですね。そう、しかもそれが1時間ぐらい待っていただいたんですよ。連絡先も知らなかったので SNS でコメントいただいてて、はい、で気づいた時に連絡したら待ってますって言っていただいて、ロードサービスで次のパーキングまで行って、うんうん、スペアタイヤをお借りしてなんとか帰れたっていう。SNS ってすごいですね。それこそほんまに今回のこれじゃないですか、 SNS で知り合ってっていうところで出会いは大事だなって思った瞬間ですね。あ、それはすごいな。なんかそんな素敵なエピソードの次にお伺いするのがド定番なお話で大変申し訳ないんですけどそうちゃんがハイエース乗られてカスタムパーツって豊富に装着されてると思うんですよ、はい、これつけてよかったなっていうものを数点お伺いしたいんですが、やっぱり中で言うとベッドキットベッドキット、あとはやっぱりあの車中泊する上で、うん、まあ、僕の中で欠かせないものとしては電力システムですね。電力システムですか、はい、電力って車中泊するときに何に使われるんですか、はい、基本的には車中泊行くときにつけっぱなしにする冷蔵庫、冷蔵庫、うん、あとはクーラーがついてるんですよ、うんうん、なので、まあ、あの夏場とかですとクーラー、うんうん、まあ、冬場ですと FF ヒーター、うんうん、あとちょっとシステムというかあの切り替えできるようにしてるんですけど、うん、まあ、車中泊時にエンジンやっぱりかけてると迷惑かかる部分もあるので、る、まあ、基本的にはエンジン切るようにしてるので、うんうん、ナビをつけれるようにとか、あとまあライトですね、あの車内のスポットライトとかで夜明るくするとか、うん、そこら辺でメインで電気は使ってますね。なるほど、間接照明のお話があったと思いますが、はい、そうちゃんのハイエースワゴン天井がすごいことになっております。キラキラしてます、はい、星空を楽しめるようなカスタマイズがされております。他車種でいうとロールスロイスの星空を表現できる間接照明システムがあるんですけれども、そうちゃんのお車はそれがついております。これは DIY でされたんですか。そうですね、 DIY で長男と2人でいっぱい穴開けて、はい、いっぱい刺して、はい、っていうのをずっと繰り返しまして、はい、簡単に作り方を15秒ぐらいでお話しいただいてもよろしいですか。これ光ってる一粒一粒が全部あのファイバーなんですね、はい、クリスマスツリーであの先っちょだけ光るやつがたまにあると思うんですけど、細い線が束になってる、細い線で、そうですね、もうまさにそれですねそれをもう一本一本穴開けて刺して、はい、っていうのを415本ですね、繰り返しまして、はい、できてるのがこれですね。ありがとうございます。ただ光るだけじゃなくてちゃんと光が揺らいでおります。ビビりました、こんなことできるんだと。毛先もあれ一本一本切ってるってことですよね。出して抜けちゃうのでやっぱり短いと、はいはい、結構な出して、はい、つけてから全て全部切っていくっていう。ありがとうございます。なんか他にはつけてよかったなっていうカスタムパーツございますか。シンク、あ、シンクですかね、うん、シンクはどのような時に使われますか。基本的にはもう歯ブラシとか手洗いだけですね、はい、車中飯みたいなのはするんですけど、はい、食器とかは拭き取りとかで済ませるようにして、はい、後々車外に作る予定ではあるんですけど、今のところ排水タンクが車内のタンクにあるので、うん、油もんとかを使っちゃうと匂いが上がってきたら嫌なので、うん、基本的には歯磨きとか手洗いとか顔洗ったりとかするのみでしか使ってないんですけども。なるほど、はい、そうちゃんのお車のテーマって何かございますか、はい、見た目はキャンピングカーに見えないキャンピングカーを作るっていうことです、ね、なるほど、はい、DIY の達人でございます。キャンピングカーっぽく見せないコツとしてはどんなところがございますか、はい、ド定番な部分はつけない、はい、
つけない、まあ、例えばはい、エクステンションボックスであったりだとか、はいはい、ベンチレーターですね、マックスワンとかのベンチレーター、はい、うん、まあ、あとはちょっとしたこだわりなんですけど、 FF ヒーターの排気の蛇腹ホース、あれすごかったですねとか簡単にご説明させていただくとですね、2本出しのマフラーが組み込まれたエアロパーツをつけてるんですけれども、片側がハイエース本来のマフラーの排気、もう片方が FF ヒーターの排気口となっております、はい、右側はガソリンの排気が出て、はい、FF ヒーターは軽油のマフラーガスが出ると、はい、すごい仕様ですね左右匂いが違いますね、左右匂いが違うという天井もフレキシブルのソーラーパネルを使われていて、はい、パッと見なんかついてるように見えないですし、はい、で外部入力電源の端子も内側に隠れて配線がしてあると、はい、なのでキャンピングカーっぽくは見えない、面白いなと思う点でございます。いろいろお話お伺いしまして、はい、トヨタハイエース全体的な評価ってどのようにお考えでしょうか。まあ、まだまだこの車としてやりたいことは僕の中で結構ありまして、うんうん、まあ、具体的に何をしたいとかはまだ決めてはないんですけど、うんうん、はい、今後のこの車の伸びしろも含め今僕の中では80点ぐらい、ね、うん、おー80点ぐらい、まあ、車的にはさっき言った不満2点を除きで、はい、まあ、95点ぐらいは今はもう続婚ですね、ハイエース続婚、はいなるほど。他の車種に今後お乗り換えしたいなとかそういうお気持ちとかってあるんですか。今のところは次乗り換えるにしても、はい、スパロンかなと。あ、スパロン。一応キャンピングカーっていうのをベースにしてるので、うんうんうん、大概のものはついてます、はい、でその時にやっぱり電力をもうちょっと増やしたいなとか、うんうんうん、なった時に置く場所が限られてくるので、なるほど、うん、なのでまあちょっと大きめのスパロンかなと、次も乗り換えるとすればハイエースかなとは思うんですけども、うんうんうん、なるほど、はい。そうちゃんにさまざまなハイエースのいいなって思ってるところ、当時感じてたことをここ改善してほしいなっていうところをお伺いさせていただきました、はい、そんな中でこの企画、まあ、いいとも方式でですね、次の取材してほしいなっていう方にアポをこの場で取っていただくという運びになっているんですけれども、はい、そうちゃんご準備はよろしいでしょうか。はい、もうあの心当たりがどなたかっていうのを発表していただいてもよろしいでしょうか。はい、仲良くしていただいている方で、はい、その方の YouTube をちょいちょい出させていただいてるんですけども、はい、ハイエース界ではかなり有名な方なんですけど、はい、ベンちゃんをベンちゃんでございます、ご紹介させていただきたいなと思いました。見たいですか聞きたいですかのベンちゃんだったんですかね。そうですね。あ、よかったです。そしたらちょっとお電話かけていただいてもよろしいですか。はい、出ますかね。出てくれたら嬉しいなって思ってます。出るかな、お忙しいかな。はい、ベンちゃんだよベンちゃん、そうちゃんだよ、はい、ゴンダマンだよ。あ、ゴンダマンさんですかいつもこんな感じです。あ、いつもこんな感じなんですすいません、お電話変わりました、ゴンダマンです、はい、すいません、すいません。続いてベンちゃんを取材させていただければなっていうところで、はい、今お電話させていただいてるんですけど、ベンちゃん一回いつも あの有名なフレーズをお願いしていいですか。見たいですか。見たいです。知りたいですか。知りたいです間違いないです、これは間違いないですね、はい、そしたら次の動画出てくださいますか。顔出しですかいいと思うありがとうございますということで皆さん、続いてのご出演はベンちゃんでございます。あの視聴者の皆さん、ベンちゃんにこれ聞いてほしいというものがあればたくさんのコメントを残していただけますと嬉しいです。また追って撮影の日程とかはご連絡させていただきますので、あのどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと突然で心臓がバフバフ言ってますけどあのベンちゃん本当にありがとうございました。ちなみにベンちゃんとそうちゃんはどういったご関係なんですか。はいはい、カメラマンです。まあ、こっち来た時のなんですけ ど、 どイベントとかでよく大阪来られるんで、はい、来られた時に撮影のお手伝いをさせてもらったりとか、まあ、まあちょっと車紹介していただいたりとか、うんうんうん、まあ、ちょっと僕が作ってる換気扇とか、うんうんうん、あれも紹介してもらったりとか、ぜひ皆さんインスタグラムでそうちゃんがおっしゃられてる換気扇チェックしてみてください。162号って言います。162号ハイエースの小窓に取り付けるタイプのベンチレーターでございます。そうですね、キャンピングカーに見えない一つの手ですね。ですよね、はい。
ご販売もされてるんですか？あ、そうですね。あ、インスタグラムから DM とかでよろしいですか？あ、そうですね、大丈夫です。もし気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで、今回 SNS で見かけるあの人に突撃インタビュー第3弾でございました。撮影にご協力いただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、とてもマニアックなネタばかりでですね、凄まじいバックボーンでございました。あまた写真が差し込みで出てたと思うんですけれども、中がすごいんですよ。そしてファミリーの方、ご家族の方がとても過ごしやすい1台に仕上がっております。電気配線から全部ご自身でされているそうです。ぜひ皆さんインスタグラムチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。